Yeah.父さん、父さんがギニューに。え、違う。ギニューが父さんになって。あ、すみません。どうか父さんをお願いします。 じゃんけんで。そりゃないですよ、ギニュー隊長。ずるいっすよ。うるさい。おい、行くぞ。お前はフリーザ様にドラゴンボールをお届けしろ。いいな。わかりました。なんか今日、最初機嫌悪いな。すげえ。あいつの強さもやばいけど。 ベジータもやっぱとんでもねえやつだったぜ。でもなんだか様子がおかしくないですか。父さんの様子も気になりますが、今一番警戒すべきはギニューです。本来ならギニューはここで戦うことはないはず。すでに歴史の改変が起きてしまっています。怪しい気も感じます。注意してください。お前は何者だ。俺とベジータの勝負に入ってくるとは。 いい度胸をしてるじゃないか。まあ、このギニューさんの一緒に相手をしてやる。ただの雑魚だと思って、なかなかやるようだ。最強、張り切ってるな。よし、じゃんけんで一番勝ったやつが残りをやるってことでいいな。じゃん、うん、けん、うん、あ、あ、これでしょ。 俺だな。
しろ。お？こいつは意外だったな。あのチビたち戦闘力が1万を超えやがったぞ。こりゃ面白くなってきた。ワン、宇宙船でやったイメージトレーニングを思い出せ。確かに皆さん強くなって、そうですね。でも、ギミルとリクルの相手は厳しいでしょう。なんとか皆さんを守って敵を倒してください。このベジータ様をなめるな。やはり父さんからも怪しい気配が。父さんの力が増しているのはこのせいなのか。だから改変された歴史ではギミルは父さんとボディチェンジを。こいつもこいつもチョコバカと小ざかしい。おお、体調悪い。おめえまた体調のケーキ勝手に食べたんじゃないのか。食ってねえよ。だがこの間のも俺じゃないって言ってんだろ。嘘つけ。嘘じゃねえよ。しかし本当に気分悪い。怖い怖い。まずまずってところだな。悪くなかったぞ。そろそろ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。リクエムウルトラファイティング。悟空、お父さん。何者だ。お父さん、どうしたの。嘘だろ。僕らを踏み潰ったからって。どういうことだ。リクームが何でもない攻撃だったはず。まさかあの野郎。リクームを一撃。やっぱり悟空さんはすごいですね。あいつはオーラが食い止める。クリリン、ドワン、ドラゴンレーダーでボールを探してくれ。多分奴らの宇宙船ってとこにあると思う。この方が大した気も感じねえしな。あいつを倒すことができたら俺もすぐ行くから。わかった。頑張れよ悟空。逃げやがった。放っておけ雑魚だ。よし、うちも行くぞ。思い知らせてくれる。アバよカカロット。ベジータ、ベジータのやつ、オーラをこいつと戦わせておいて、その隙にドラゴンボールを手に入れようってあるだな。おい、あれが手を貸せといったか。しかし隊長、ほら、ラグーの張りでっちゅう。おっとと肩をつけるぞ。はい。言うんだ。貴様が強いからだ。ん？チェーン！
いけない。なんだ、まさかこんな形で歴史が変わってしまうなんて。ひとまず落ち着いてください。大丈夫、きっと元に戻れるチャンスもあるはず。ギニは悟空さんの体を狙っていたわけですし。はい、貴様なんてことをしてくれたんだ。すいません。同じサイヤ人でもあの体とは潜在パワーが違うのだ。すみません。なんだか様子がおかしい。両手はさっきまでと違うし。おい、まさかおめえ。さすがは悟空さん、気づいてくれたようですよ。なんかよくわかんねえけど、今あっちなんだな。よし、おっとっとかかってこい。今度こそあの体を手に入れて。なんなんだ、ご飯とクリームを追ってドラゴンボールを探してきてくんねえかな。もうすぐヤツらの宇宙船にも堂々と入れるんじゃねえかと思うんだ。みんな信用できそうです。頼む。なるほど、それはいい考えです。行きましょう宇宙船に。あなたの体のことを少し気になりますが、悟空さんならきっとうまくやってくれますよ。頼んだぞ。まずまずってところだな。悪くなかったぞ。